留学生 TV。 皆さんこんにちは、留学生のジンです。今日はですね、先ほど、ブピョン駅で買い物を終えて、今ここは韓国のサービスエリアに来ています。まあ、高速結構走ってね、ソウルから1時間半ぐらいですかね、西の方ですね、で平壇道っていうところです。韓国はちなみにサービスエリアっていうのを休憩所と言います。休憩所、ここ平壇道休憩所は韓国で結構でかいところですよね。かなり大きいところ、食べ物もすごい多いよね。で今日はおじいちゃんが何とんかつって言えばいい、古いとんかつっていう、思い出のとんかつ、でっかいとんかつ、それを食べたいなと思います。韓国의왕추억의왕돈까스라그러면어떤왕돈까스죠진짜추억의왕돈까스그러니까 추억이뭐냐 추억이라는게참설명하기힘들어학창시절에좀먹던돈까스가추억의왕돈까스당이많은느낌의 단맛이많이나는단맛이많이나는やっぱり韓国で寒いよね。今多分3度ぐらいですかね。今ぴょっぴょきね、宇宙の服をで、今はね、中でさっきほど言った思い出の大とんかつを食べて、食べるとともに、まあ、ものすごい広いんですよ。でここでなんか少し食べようかなと思ってます。で売ってるものはオージンオン、これイカですね、前に説明したやつで、オージンオンの天ぷらとは違うけど、またあとジャガイモ売ってるし、ソーセージとホットドッグ、チキン、スナック、あと餃子と、ね、季節のメニュー、あとトッポキとおでん、まあ、トースト、あとかまぼこですね、あとホドガジャガ、くるみのお菓子っていうのがあるんですよ韓国に。そういったものがあって、ここは薬局ありますね。とりあえず私はね、ソットこれも食べたいし、チキントッカービーこれも食べたいね。でこれ1個ずつ食べましょうか。あとは何食べましょうか。じゃあオネイドポテトを食べましょう。チーズとかの粉がかかってる。あ、チーズがかかってるね。あ、ここにビニール袋ありますね。ここに入れて持っていけばいいですよね。はい。これでまずいい？はい、まず行きましょうか。お、来た来た来た。それでは食べてみたいと思います。いや、これでかいですね。皆さん、これが9500ウォンなので950円ぐらいなのに、これ2枚入っていて、おかずついていて、スープもついていて、かなり安くね。でも昔これ安かったよね、500円みたいなもんだったよね。そうですね、食べてみたいと思います。でまずこれね、チキントッカルビ、美味しい？美味しいですか？あとこれがね、ソットクソットクっていうやつ、ソーセージとソーセージとソーセージとソーセージ、餅、ソーセージ、餅、ソーセージ、餅。で、これはソーセージと餅を一緒に食べるらしいです。一緒に食べてみます。すごいバランスがいいですね。韓国のとんかつは日本のとんかつとちょっと違って、ナイフがついてます。おかずもおかわり自由らしいですね、ここ。いいね。これ食べたかった。日本にはないですね、とんかつが美味しい国なので。こういうね、昔の少しなんか素朴な感じのとんかつは、まあ、日本にはないですね。韓国でしか味わえない。面白い、面白い。もげじゅぐしたらさ、このカクテギが一緒に出てくるのがいいよね。カクテギね、久しぶりだよね。日本で売ってるカクテギと味全然違いますからね、これは。とんかつにサラダもついてるけど、このカクテギとタコハブも一緒についてて、まあ、一緒に食べるととても美味しいです。うん、マシだよ、めっちゃマシだ。この韓国の少し辛い味のスープですね。ここね、サービスエリアだから、この値段も少しは高い方かな。ソットクはソーセージと一緒に食べないと、一緒に食べないと、一緒に食べないと。생각보다맛있어요。バランスいいでしょ。すごい。
このたくあんって日本のたくあんより成分が多くてもっと酸っぱい感じがして、もう少し酸っぱいよね。와엄청크다와진짜결을보여줘야돼한번25cm아르잖아오맛있겠다그사크노또가지이거풀리는거아니야이렇게잠깐만뜯어야돼요사키니타베디미왔어머리막다찢어진다좋은데응ペストリーじゃないよ、全然違うよ。すごいもっちもちするね、もっちもち。うん、おいしい。원래 그러니까、わー、화질좋은데、좋아。ちょっと과정같기도해。もちもち感すごいですよね。皆さんこれ、私人生で一回も食べたことないのね。あんまりジャガイモは好きじゃないじゃん、これ。超でかいよこれ、めっちゃでかいじゃんこれ、でっか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 いやつを食べてみたいと思います。先っちょからうん、サクサクでもないしもちもちでもないし、なんかじゃがいもでもないしパンでもないし、これなんだろうね。チーズのね、粉でチーズの匂いはいいけど、私はいいかも。言ったこっちでいいです。これ初めてなんですよ。食べてみたいと思います。思ってたより硬いね。皆さんこれラジエーターめっちゃあったかいですよ。俺やっぱりね、韓国も寒いからこういうのあったりですね、家にこう一台やったらいいかもしれない、ね、めっちゃ高そう。고맙습니다。すげえ。ああ。これまだ。今羽根いらっしゃる。おー、幸せ。いやお、すごい。うまいか。うん、うん、うん。少しずつ食べないとダメなんですよ。あー、うまい。これ少しずつ食べないと。あ、ピッチャー。間違って真ん中噛んじゃうとダメ。もう舌使えない。舌使えない。で美味しいね。やっぱりね、ホドガジャは出来たてが一番美味しいですよ。うん、あそうあそう。美味しい。はい、そういうことで今日変談のヒューゲーソーでいろいろご飯も食べました。皆さんいかがでしたか。とっても美味しかったです。いいですね。この韓国のサービスエリア広いし。美味しいです。美味しいです。はい、それではこれからジェイちゃんの実家にまた行かないといけないので、また車に戻りたいと思います。それではまた明日新しい動画でお会いできればと思います。皆さんアンニョン、バイ。クリスマスだったね、こういうのをよく見かけますよね。ありがとうございます。こちらの動画も見ていただければと思います。そしてチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録をした後にですね、アラームの設定をしておけば私がアップする動画をこの携帯で見ることができますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ、はい。